ご視聴ありがとうございます。にゃんたの工房です。今回の動画はですね、これからプラモデルを始めようという方や、初めてプラモデルを作ろうかなと思っている方のための、要は初心者さん向けの動画となります。そして今回選んだキットはですね、ポケプラクイックというポケモンのプラモデルとなります。正直ね、自分はポケモンはにわかです。ゲームもね、人影をもらった瞬間に満足してやめてしまいましたし、アニメもニャースかな、あれが出たあたりで飽きて見るのやめましたしね。なのでね、ポケモンってそんなに知らないんですよ。知ってるのといえばピカチュウ、ライチュウ、ニャース、人影、そしてこの不思議じゃねえですね。それくらいしか知りません。で、まあ話は戻しますが、このキットを選んだ理由としては、まあタッチゲート式の本当の初心者さん向けっていうところですね。とりあえずプラモデルを道具なしで作れるっていうことで、このキットを選びました。それでは、いざ制作開始といきましょう。はい、ここから制作となります。プチッと外して、パチッと組み立て、そして完成っていう工程となります。で、道具不要、塗装不要、パーツは全部で15パーツだそうです。横にも同じように書いてありますね。隣にいるのは人影ですね、あれ確か。それではいざ開封といきましょう。まずは裏面のセロハンテープを切って、オープン。箱の中に警告が入ってたりするんですね。そして説明書は箱の中に印刷されているんですね。食玩の箱みたいな感じですね。まあそれよりは大きいんですけれども。で、この箱をですね、バラすのは非常に簡単にバラすことができました。こういうところはいいですね。それでは袋から出していきましょう。出ましたね。シールはホイールシールが1枚で、ランナーは2枚ですね。 A1 と一応目はモールドが入っているので、塗ろうと思えば塗ることができますね。で、 A2 ランナー、主に胴体部分がついています。それでは作っていきますかね。指で示している部分がタッチゲートですね。道具なしでプチッと取れるようになっています。初心者さんって本当に道具持ってないじゃないですか。まあ持ってたとしてもカッターくらいかな。ですが、このキットは道具が全く必要ないので、普通にむしっていってくれれば
組み立てることができます。で、組み立てる方ですね、ランナーに A1 とか5とか書いてありますのでね、 A1 のランナーの5番みたいな感じでランナーを取り外せばいいです。工程も6番までなので非常に簡単ですね。それでは制作開始といきましょう。まずは A1 のランナーですね。 A1 の5番をむしっていきます。結構軽い力で外すことができます。あんな感じですね。あのパーツだけで見たらカエルみたいな顔しますね。不思議じゃないって、結局あれは何なんでしょうね。トカゲ？で、次は7番ですね。目のパーツをむしっていきましょう。ちょっとバックで猫の声が聞こえていると思いますが、ちょっと今うちの子たち盛り中なので声が入りますがご了承ください。四六時中泣いているんでね、なかなかあの声だけ外せっていうのは無理なので、はい、次のパーツですね。後頭部のパーツで次は A1 の4番ですね。模様のパーツですね。まあここら辺は普通にバンダイの技術ですね。ドラゴンボールなんかのプラモはあんな感じで目とか確か作ってたと思うんでね。で、1番のパーツはさっき示した通り横に A1 の横一列で構成されていました。で、ここから切ったやつを組み立てるんですけれども、先に目にシールを貼ってしまいます。組み立ててからでもシールは貼れるんですけれども、パーツの状態で貼った方が貼りやすいので貼っていきます。でいいですね。シールを貼るときはですね、まあ素手でもいいんですけれども、ピンセットがあった方が楽です。ピンセットは100均でも普通に売ってますので、まあ適当なピンセットで挟んで貼るとですね、シールの粘着面に指の油がつかないんで非常に剥がれにくくなります。まあ本当はね、パーツのあのシール貼る面触らない方がいいんですけれども、ちょっと無意識に触ってますね。で、これで目の完成ですね。で、シールを貼った目を頭に取り付けていきます。これ結構ね、軽い力ではめ込むことができました。前パーツきつい部分はなかったですね。この不思議だねに関しては全然硬いっていうイメージはありませんでした。これで頭の完成ですね。可愛い顔をしています。で、
次は2番ですね。2番はどうやらエイツランナーを使うみたいです。エイツランナーの8から11番を無していきます。まあ分かりやすいパーツが多いですね。エイツランナーはざっくり言えば右下のですね、あの白いパーツ以外のパーツをむしれば2番のパーツ構成となります。ひたすらむしていきましょう。こんな感じでどんどん蒸していきます。で蒸したら組み立てですね。説明書をよく確認して組み立てましょう。まずは模様のはめ込みですね。こんな感じで濃い緑色のパーツを組み込んでから胴体を締めます。しっかりとはめ込みましょう。で次は足の裏のパーツですね。エースランナーの残った足を切り取っていきます。前足と後ろ足合計4枚ですね。でですね、これさすがって思ったのはですね、見てわかる通り全てのパーツですね、あれはまるところにしかはまらないようにできていますので、あのようにですねパーツを全部切り取ってしまったとしても、パーツの形状を確認してはめていけば正しい位置にはまるようになっていました。これは非常に親切設計だなぁと思いました。でシールですね。まあ足の裏の色分けのためですね、シールを貼っていきます。まあシール貼ってて思ったけど、これ多分つま先を合わせて貼れば綺麗に貼れるんじゃないかなと思います。こんな感じでペタペタ貼っていきましょう。これ後ろ足ですね、若干大きなシールとなっています。結構ねこれ粘着力強弱なので気をつけて貼りましょう。こうやってちょっとね貼る場所を間違えるとなかなか剥がれないんですよこれ、まあ、最悪ね
貼る部分を水に濡らして若干粘着力を落とすっていう手もあるんですけどね。まあ間違えるのも初めてのプラモデルの醍醐味っていう感じね。次は模様のシールを貼っていきます。まあプラモデルはね、失敗して成長していくものですからね、恐れず作っていきましょう。本当はですね、シール貼ったら綿棒なんかで圧着していった方が、まあ、浮きがなくて良くなるんですけれども、今回はそこまではやっていません。とりあえず貼るっていう感じですね。まあ、粘着力強いんでね、軽く貼っても本当ぺったりくっついてくるんで、これは頭と胴体の完成ですね。でこっからちょっとワンポイントであることをしようとしているんですが、物が見つからないんですよね。ちょっとお待ちください。でこれ背中のた玉ねぎ、花かな、花のつぼみだったっけ、これなんかそんな感じのやつですよね、確か。進化したら確かあれが開くんでしたかね。あれを作っていきます。まあ残りのパーツなんですぐ見つかるし、組み立ても簡単です。これで全パーツですね、揃いました。でここからはまあワンポイントということでですね、簡単な墨入れをやっていきます。墨入れっていうのはモールドにまあ黒とかで書き込んでいって、まあ、今やっている通りですね。ちょっと今回身近なものっていうことでシャーペンを使っていますが、モールドに墨を流し込んでその部分を強調させるっていう感じですね。ちなみに今鉛筆でやっていますので、あのようにはみ出しても指で拭き取れば綺麗に落ちます。まあ落ちにくい時は消しゴムで消せば綺麗に落ちてくれます。で鼻を塗って、さらに口ですね、口も軽く墨入れをします。これで素組みよりはちょっと強調されたんじゃないかなと思います。でここから最終組み立てですね。胴体に頭を取り付けて、あと背中のあれもちゃんと形状を合わせて組み立てればいいです。でまあ薄いところはまた上から軽く今回墨を入れるというよりも墨を書いていきます。これで不思議だね、完成ですね。うん、まあ普通にのんびり作って20分ぐらいですかね。非常に可愛くていい出来だと思います。それではターンテーブルで回してみましょう。まあ合わせ目は目立ちますが、非常に
簡単で初心者さんにぴったりなキットだと思いました。まあある程度技術が上がったら合わせ目消しとかをやってもいいと思います。ということで今回の動画は完全初心者さん向けということで不思議種のプラモデルを作ってみましたという動画でした。それではまた次回の動画で会いましょう。にゃんたぬ工房でした。